っぱりよくさ、保険って言って伝わるかもしれないんですけど、やっぱりね、目に入らないこともあると思うんですよ。じゃあどうすんの。じゃあストレッチにしましょうよってことなんですよ。 OK です。これでも分かんなかった時はですね、ストレッチになるんですよ。 OK です。そこから足を左右に開くです。 OK です。はい、 OK です。開くと脇の下が伸びるんですよ。ぜひやってみてください。丸の位置をできるだけ動かさないようにして開くと OK です。はい、はい、OK です。脇の下伸びますか。 OK です。見えてますか、僕のこと。 OK です。はい、OK です。10回やってください。 OK です。はい、 OK です。はい、 OK です。はい、 OK です。 OK です。結構疲れるんですよ。こうやって伸びるとやっぱり寒ければ寒いほど縮こまっちゃいますよね。一度腕を真上に上げてしっかりと伸ばしてあげると体温まりますし、老廃物も流れますからすっきりとしますよ。さあ今日も元気にいきましょう。はい、OK です。はい、OK です。あなた、OK です。OK です。はい、OK です。だから OK だって言ってんじゃん。OK ですって。